ピチャンネル。チョップ。こんにちは。今日は最近なんか巷で流行ってるらしい。はい。なぜなぜ会です。なんか TikTok とかで、うん、なぜなぜっていうのが流行ってるらしいですね。何がおもろいやろな。うん。なんで、ね、でも今日私たちそれやろうとしてるんですよね。そう。流行りには乗っとこうみたいな。そうそうそう。でもあれとはちょっと一線違うからね。お、そうですか。うん。うん、あれみんな 見たけど、はい、結論言わんやん。そう、なぜなぜみたいな疑問投げかけてるだけですね。だけやん、はい、今回はもう、うん、結論言っちゃうから、はい、あ答えてくれる。そうそう、世の中の疑問に答えるっていう、うん、じゃあそれをなぜなぜ風にやるっていう。はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあ私がもうプロ野球界の、うん、あプロ野球界のなぜなぜ、はい、うん、じゃあ何だろうと思うことをちょっと言いますよ、うん、選手の下半身のコンディション不良なぜなぜいいですねこれそうだと思いますね。A、よく聞きません、うん、下半身のコンディションそうなんですよ。なんかこれどういうことですか。昨夜何かあったんかなと。あれやで下半身の下ネタちゃうで。いや思いません私そんなこと言ってない。だってぎっくり腰とかある中で、うん、ね、じゃあなんか下半身っていうとだから足とか性病とかちゃうで。そんなこと言ってないんですよ私が。違う。だから足とかだったら捻挫とかひねったとか、まあなんか肉離れだとかあるじゃないですか、うん、でも肉離れだったら大体に肉離れとか言うじゃないですか、うんうん、コンディション不良って何。下半身、うん、なぜコンディション不良ってだけでなんか調子が悪いで、なんかこう結構もう本当に長い期間いない方もいるじゃないですか。これは言っときたい。もう性病ではないっていう、うん、まあそう思ってないですよ。思ってない、それは思ってない、それは違う、思ってない。あれじゃん、多分ね、俺の経験上、はい、上半身もあるじゃん、なんか腕のコンディション不良とか、はい、なんかだからもう張りがね、張り、じゃもう張ってんだよ。え、もうなんかふくらはぎとか、うん、ハムとか。あれちょっと今日張ってるなって感じですか。だからもうずっと張ってんじゃん、コンディション不良。やばくないですか。え、ずっと張ってんですか。ずっと張ってるんですか。だからコンディション不良だから。え、でも針だったら取れそうじゃないですか。もうだから取れないんだよ、もうずっと張ってる。取れない針があるんですか。だから多分張ってんだよ、張ってんだよ、こことか足とか。え、張ってんなみたいな。え、佐藤さんコンディション不良で欠場とかしたことあります。コンディション不良、うん、でもさ、はい、肉離れも骨折も、うん、あの捻挫も、はい、人体損傷も、うん、コンディション不良だからね。え、じゃあそう言ってくれればいいじゃないですか。なんですかね、うん、だからあれじゃん、はい、ちょっと10秒過ぎて隠してんじゃん。ああ、意外とだから重病の可能性もあるってことですか、うん、あるけども、うん、そう病院には通わない、うん、病院には行かない、手術もしないけど、うん、重症だから、はい、ちょ隠してんじゃん。ああ、そういうことかな。分かんないけど、それ分からないとか、それか針。針でも針って針ってあるじゃないですかね。うん、下半身の針を打ったり。だからそれがもうコンディション不良なんだよ。まあコンディション不良、うんうん、あと説明するのがめんどくさいっていうのもあるかもしれない。ああ、もうざっくり言っとこうっていう。もうコンディション不良なんやっつって、うん、すごい疑問なんですよね。もしくは性病の可能性もある。さっきは何だったかコンディション無料だった。そんなことあります。分かんない、コンディション無料。それがなんか想像ができなくて、うん、何なんだろうってなるんですよ。それはもうなぜなぜだね。なぜなぜ、ほんとそうですね。そうだね、はい、うん、だから、まあ、俺は針やと思う。針ですか。分かりました。針。じゃあもうコンディション無料って言ったら針だと思う。貼ってるっていうね、はい、貼ってんだなっていう、はい、じゃあ次、はい、はい、まあ今トレード期間ですけれど、うんうん、トレードが行われると選手ニコニコなぜなぜ。それよっぽど嫌だったんやろ。元のチームが。そうですか。よっぽど嫌だよ、うん、まあ選択肢はいろいろある、はい、よっぽど嫌だったか、はい、もしくは、うん、行きたくないチームだけど、うん、今から行くのにニコニコしとかないと、うん、それやりづらいじゃん、はい、っていうパターンもあるし、うんうん、でもまあトレードってことはチャンスなかった選手もいるわけじゃん、はい、元のチームで、うん、これでチャンスがひょっとしたらあるかもっていう、うん、心機一転頑張ろうっていうやっぱポジティブなニコニコもあるよね、うん、まあそうですよね。私たちだってトレードで出してあげた方がいい選手ってやってますけど、うん、トレードってポジティブって言ってますから。そう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 、ね、だからどっちかだよ。よっぽど嫌だったか、はい、チャンスがなかったから、はい、よっぽど嬉しいかどっちかだよ、うん。トレードで出されるってことは多分自分でも出る機会少なくなってるなとか絶対感じてるじゃないですか、うん、でもドラゴンズの阿部とかトレードで出されると思ってなかったと思うよ。確かに思ってもなさそうですね。うん、うん、思ってなかったと思う。でもニコニコしてたけど、うん、これ分かんないけどね。
あのそんな思わんやん、チュンチュン山本とか、はい、トレード出されると思ってなかったと思うよ。確かにあれは本人はびっくりしただろうな、うん、あれはかなりだと思うし、はい、うん、あとは中田とかね、あ巨人にトレード行くと思わなかったよ。そうですね、うんうん、でもトレードで出た選手がその移籍先のチームでちょっと活躍してニコニコしてる顔は私すごい好きですよ、うんうん、よかったっつって、うん、トレードされてよかったっつって、はい、よかったって思ってるけどそこまで思ってるか分かんない。寂しい気持ちもあると思う。絶対思ってるよ、うん、あの寂しいと思ってるのファンの人だけだから。そうですか、うん、選手はニコニコだからやったっつって。でも大体その元の球団でもコメントって出すじゃないですか、今までファンの皆さん応援してくださる、うん、そりゃ言うやろその時はそりゃ言うでしょ。そうです、ね、うん、逆言わない。だから仮にじゃあこんなやつ絶対いない、はい、パターンやってみる、はい、いやーなんとかっていうチームにいて一個もいいことなかったし嬉しかったこともなかったしトレードされて嬉しいです、次行く球団で頑張りますっていうやつおらんやん。はい、いやいや、ね、思ってても言わんやん。はい、そんなこと言ったらやばいよ。そうですね、うん、今から行く球団の人のファンもえって思うよね。でこの間トレードで石川慎吾選手、うん、ジャイアンツで、いや応援してくださってありがとうございました、寂しい気持ちもありますがって言ってて、うん、ジャイアンツのことすごくこう思い入れがあって、まあ、ちょっと出るの寂しいんだろうなと思いましたけど、ロッテでこの間ヒット打って、うん、ニッコニコチームとこうハイタッチしてるのを見て、そりゃそうやろ、だってヒット打ってなんか良かったなと思いました、うん、まあね、うん、やっぱ活躍者はそうだからね。そうそう、それがポジティブですからね。そうニコニコであってほしい。解決ですか。はい、解決です、はいはい、じゃあ続いて、はい、生え抜き選手より FA できた選手の方が金銭面でかなり優遇されるの、なぜなぜ。それはあかんな、ほんとほんと、もし俺が現役だったら、うん、はい、ブチ切れてたけどな。結構あるじゃないですか。なめんじゃねえよ。活躍具合がほぼ一緒、うん、でも FA できたら倍ぐらい違うとか、ほぼ一緒じゃないパターンもあるからね。ありますよね、うん、はぁみたいな、うん、なんでお前ベストナインも取って活躍してんの1億いけへんのに、お前片やこっちなんもしてないの1億、なめんじゃねえよなぁって思いましたでしょうね。もあれはもうなめてるよ本当、うん、俺がもし本当現役でそのチームの選手でいたら、うん、ブチ切れてるけどな。そうですか、はっって、うん、なめんじゃねえよみたいな、うん、あとあのそ FA で来そうやなと思った瞬間に、うん、俺そいつの FA が決まるまで契約しないよ。俺だったら、はい、待っとくずっと。でその FA の選手がいくらってなった時に、うん、なんでこいつがこんだけもらってるか俺は分かんないけど、それだと俺はもっともらえるはずやっていう。でもそれおかしいですもんね。おかしいよ、こっちの方が頑張ってんだから、うん、結果残してて活躍でやっぱり決めてほしいってとこありますもんね、うん、あと貢献度ね、な、うん、めんじゃねえよっていう、おかしいよ、はい、それもか。俺は言っとく、12球団の選手、はい、もし FA で自分と同等、うん、もしくは自分より下、はい、自分より上だったら仕方ないで、うん、いきなり俺がロッテの時によ、はい、じゃあ他のチームから言うと、うん、DeNA の田村、ホームラン40本打ってたけど、はい、田村がロッテにトレードされてきた、うん、同級生だけど、はい、で田村のカカンって年俸高い、それは仕方ないよ、はい、だから相手の方が圧倒的に成績が上だったら関係ないけども、はい、自分と同等もしくは僅差、うん、もしくは下の人間が FA してくる場合は、うん、契約絶対サインしたらダメ、うん、でそいつがもし来なかったら来なかったらでいいし、はい、うん、来たら来たらでそいつの契約がまとまってから絶対しろ。わー、なるほど。それまでしませんって言えって。あとは忙しいって嘘ぶっこいて契約更改引き延ばす、うん、別にしなきゃいけない理由ないんだから、うん、大げさに言ったら、うん、あの2月1日キャンプまでに契約すれば別にいいんだから、はい、うん、それがもうあの気になるんでその選手がそれまでしませんって言って、うん、でそれからしたら絶対 100% から。あー、それはいい情報ですね、うん、だからその、うん、来るまで待てって言って、うん、でそれ見てから、はい、それゆっくりやった方がいいよ、うん、これはもうおかしいから、これはちょっと現役選手、うん、もう、うん、あのしませんってもうはっきり言ってやれって、はい、僕の年俸に関わるんでって、うん、そうですね、俺だって 100% してたよ。へぇーファンでもちょっとこう、あ、こんなに年俸違うんだと思うことありますか。しかも契約してからそっちが決まったらもう文句言えないからね、うん、そうですね、うん、だからもう絶対したらね、これ言っとく、まあ、俺が現役の時にね、ロッテに FA で来るような選手いなかったから確かに、あのそんなの全く経験はないわけですね。だって来ることないんだからでうん、来ることないし、はい、あの実質俺の契約結構遅い方だったから、はい、いつも、うん、実際にやってないですね、うんうん、だって来てくれないから、うん、だから、実際そうあったらね、関係性あるところね、うんうん、いや絶対選手はやった方がいいですね、うん、はい、逆にね、うん、え、大した選手でもないのに年俸高くて
え、自分の方が活躍してるのに年俸低いのに我慢してるやつ、なぜなぜ